シングプレゼンテッドバイ富士工業。おはようございます。アウトドア&フィッシングパーソナリティ世界を釣ろう代表の工藤英二です。さて今日のゲストは先週に続きまして釣りが趣味というフォトグラファーの福原武さんをお迎えしています。先週は福原さんがどのようにバス釣りや山岳渓流のフライフィッシングと出会い、その魅力にハマったのか、またブラックバスやルアー美学などの釣りの本まで出版されるようになった経緯を伺いました。今週は90年代後半に一連の著作を出された後から現在までの福原さんの釣り人生についてお聞きしていこうと思います。お楽しみに。アウトドア&フィッシング、この番組は釣り人の夢を形に富士工業がお送りします。改めまして工藤英二です。本日のゲストをご紹介します。先週に続きましてフォトグラファーの福原武さんです。おはようございます。おはようございます。先週は、福原さんの、凝り性の性格とありがとうございます。どんどんハマるとどんどんハマっていくということで、はい、お仕事はフォトグラファー、趣味は釣りと、はい、で本まで二十何年前になしましたということですね、その辺のヒストリーを伺ってきました。で福原さんはちょっと20年以上前のことなんで恥ずかしいとおっしゃっておりますが、はい、僕は今読んでもやっぱり訴えてくるものがあるなと思うんですよ。ルアーのこの、はいはい、ダンディズムの話なんですけど、はいはい、であるいは僕がバスに行く理由の著書でですね、はい、でこれは僕の感じたことなんで、はい、今の福原さんの感想を聞きたいんですけど、はい、やっぱり釣りってどうしてもその釣り人の人情としてこう数を釣りたいとか、はいはい、でっかいの釣りたいとかって、はい、これはしょうがないというか、はい、僕もそうだったんで、はい、僕今でもそうですよあ、そうですか。でっかいの釣りたいですっていうことなんだけど、はい、そこで釣りの数、魚の大きさ、はい、テクニックっていう視点だけだと、はい、やっぱり釣りの文化的な豊かさとか、はい、精神的な豊かさみたいなところの魅力がやっぱりこう抜け落ちるというか、はい、なので釣り人としてはこういう釣り人がいいんじゃないかなっていう、その上から講釈を垂れるのが全然好きじゃないけども、はい、ある理想の釣り人みたいなものをこう描いているんじゃないかなって僕思ったんですけど、まあ、理想というか、うん、まあ、今たくさん釣りたい、大きいの釣りたい、でも、うんうん、そのために必要なことっていっぱいあると思うんですよ、はいはいはい、例えばその魚の生態、どんな餌を食べてるのかとか、どういうふうに湖を回ってるのかとかね、はいはいはい、であと天気がどう影響するのかっていうことをだん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 調べ出しちゃうと、うん、まあ、なんて言ったらいいんでしょうね、こう僕らはそのおかげで釣りをやらせてもらってるみたいなね、なんか僕はそう思うんですよね、はいはいはい、であればその、まあ、マニュアルの例えばこの時期にはこのルアーを使えとか、そういうことっていうのはあんまり役に立たないんじゃないかな、はいはいはい、でまあ、そういうことを考え出すとだん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 まあ本に書いてあるっていうか、うん、それ間違いではないんですけども、うんうんうん、物足りなくなってきて、はいはいはい、で読みたい本、まあ、もともと本の虫で本が大好きなので、うん、探してでもなんかなかなかなくて、じゃあ自分で書いちゃうみたいなねそこがすごいですね。いやいやいや、さらっとおっしゃってますが、いやいやいや、そういう感じなので、まあ、例えば押し付けて講釈を垂れて、お前ら、うん、そのね、マナーがなってないとか、そういうふうなことを言うつもりは全くなくて、うん、まあ、もっと面白いことがいっぱいあるんだということはこう言いたいですよね。あ、なるほど、はい、これ僕が書いたルアーダンディズムの読書感想文みたいなすごい福原さん嫌がると思うんですけど嫌です、いや要するに僕がに響いたところなんですよ、はいはい、まあいくつかありまして、はい、要するに、まあ、数釣りを目指すのではなくて、なんとなくこう
っぱり気持ちのいい綺麗な、まあ、自然のフィールドですよね、はいはい、そこで、まあ、健康的な多分これ、まあ、野生的な魚を釣りたい、はい、これアングラの夢だろうって、はい、これは、まあまあ、釣り師では皆さん同意するかなと思うんですね、はい、でねこれが面白かったなと思ったのはあの結局釣り人なんて自然の前に立った裸の人間に過ぎないと、つまりそのいくら最先端のタックルで武装してもあの縄文人の感覚がなければ魚は釣れないと、そうです、ね、だからこそ釣りは楽しいんだって書いてあるんですね、はい、でこの縄文人の感覚っていうのは、まあ、当然そこ当時テクノロジーないんだけど一生懸命鹿の角とか削ってそうです、ね、ルアーのごとく使ってたじゃないかって戻れるんですよね、で、まあ、それこそだから、うん、あのちょうど鹿の角のお話が出ましたけど、多分あれは餌つけてないんですよ、ね、これが驚きですね、はい、なんかねこう濡れるとね光が光るんです、ね、色がかかってそれを今再現しようとしてる当時ですよ、はい、あの20年前の本ですけど、それをこうそれで魚を釣れるかどうか試してる人がいるっていう、はいあのでも、まあ、試しているのもそうですし、あの足の子なんかでは角っていうんですけれども、あ、はいはい、まあ、鹿の角とか、うん、それを削ってスプーンにして、はいはいはい、まあもうこれはいわゆる昔の言葉で当たり針っていうんですけども、うんうん、もう定番中の定番で今でも使われてますから、はいはい、だからそれがちょうどその角かにこうなんていうか角のかこう針の形にしただけで、きっと釣ってたんじゃないかなっていう気はしますよね。ね、だから、はい、そういうなんていうか本質がその縄文時代とテクノロジー発達した現代も、はい、あの そこにあるなんていうか本質はそんなに変わらないんじゃないか。変わらない、変わらないですね。なんとなくそのなんだろう、あのさっきこうマニュアルがとかいろいろあるんですけど、参考にはするんだけど。一番やっぱり長年やってると、これもちょっと釣り人のディープな話になっちゃうかもしれないけど、なんかこう感覚的に魚がこう来そうだとか、あの胸騒ぎがしたりとか、あのいやもうそれはもうまさしく釣りの楽しみで、野生に戻れるっていうか、その感覚ですよね。だからそういう意味ではまあ大げさに言うと自然となんか自分がふって溶けちゃったみたいな、そういう瞬間があって、それはやっぱり気持ちいいですよね。そうですよね、はい、あと次から次へ繰り出して恐縮なんですが、はい、あと左脳と右脳の話ですよね。あ、左脳的には当然理屈で、はい、あの この天気の具合だから、はい、派手めより地味な色のルアーがいいとかって、はい、そういうのもいいんだけど、はい、あのやっぱりその理屈を超えたその右脳のその情緒というかイメージで、はい、そのまあ、釣ってるそのロッド竿先から伝わってくることをこうどうイメージできるかみたいな、はいはい、その辺がやっぱ面白いし、そういう、こうイマジネーションの、そうですね、あの、うん、楽しみじゃないかと、はい、もうなんだろう、まあね、左脳はもうどうでもいいやみたいなねいやそうなっちゃうあのもう釣り始めちゃうとほとんどきっとあの呼びのなんかなんていうんですかね、情報しかこう佐野にはこ、うん、からは来なくて、そうですね、はい、であとはもうその自分の感覚だけになってくるっていう、はい、でもそれにまあ一種トランスですよね。あ、ね、分かります、はい、うん、でだからそれになれるっていうのがもう本当、うん、その釣りの楽しみの一つだろうなっていうか、大きな楽しみだろうなと僕は思うんですけども、まあ、なんかそんなことをこうつらつらと、ね、あの二十何年前は偉そうに書いちゃったんですけどでも本質的なところはあまり変わってないんじゃないですか。まあ、変わってないんですけど、うん、ちょっとね、あの、うん、もう25何年前の本を自分で読み返すともう恥ずかしいというか、なんというか、うん、青臭いというかね、そんな感じですけどね、はいはいはい、あとあのこれは結構またあの釣りをのおすすめの話になるんですけど、はい、あの釣りは3回楽しめるゲームだって書いてるんですね。あでこれはね今でも通用すると思うんですよ。でそれは何かっていうと、行く前までのワクワクね、それから釣り本番でその後と、でしかも中でも行くまでが一番長く楽しみに満ちた時間だっていう、だから例えば、ね、ルアーなんかも最初からこんなフルラインナップ揃えなくて、あのもう1個これっていうのを信じて、多くても3つと、でもう一つでもいいと、これいけるんじゃないかっていう、 そこに時間をかけて、そのまあ結果ねどう出るかはまた別なんだけど、まあ その時間を楽しんで本番を迎えて、まあ
釣れたらラッキーと、まあ、釣れなかったらまた創意工夫ということで、はい、釣りは3回楽しめるゲームっていうのは、はい、まあだからその2番目がクライマックスなのかもしれないけど、2番目が一番辛いというかこう悲しい思いもするっていうそういう場合もありますね、自然相手は、ね、はいはい、あのまあ、だからこそ3番目があるんだというね、そういうことですね、はい、そう、あの釣り人はあの全部次に釣りする理由にしちゃうんですよ ね、 そうですね、釣れないと、はい、あのなぜ釣れなかったかを また解明しなきゃいけないと思っていくし、はいはい、釣れたら釣れたでもっと釣れるかもしれないと思っていくし、 その通りなんですよ、はい、こういうあの、性質を持ってる、はい、あの釣り人だと思うんですけど、はい、あのお布施と称してもうその後すぐに釣り具屋さんに行っちゃったりとかねいろいろしますからねお布施ね、なるほどね、いや面白いですよね、あのまあ、そんな、20何年前の本を持ち出して福原さんが恥ずかしいっていう思いをさせて恐縮なんですけど、あの、まあ、その一連の著作のあともう20年以上経ってますけども、はいはい、そっから現在までっていうのはまた釣りの人生は変化していくんですか。いや、まあ、変化といえば、まあ、とりあえず名前が出ちゃってたことがあって、まあ、いろんなお誘いがあったりとかで、はいはい、まあ、違うジャンルの釣りをしたりとか違うジャンルの釣り人に会ったりとかお話を聞いたりっていうのがあって、まあ、それはすごく楽しかったんですけども、はいはい、あの結局なぜか、今はまたルアー釣りになっちゃってるというのが現状で、去年なんかはまあ、コロナのせいで仕事がなくなって、であればって言って芦ノ湖に40回以上も通ったというねなるほど、あのボート屋さんにまたですかとか言われて、はいはい、そんなこと言われるやつがいるのかみたいな、はい、芦ノ湖はあれですか、トラウトもバスも両方ですか。トラウトもバスも両方です。はいはいはい、まあ、だからちょうどゴールデンウィークまではトラウトですかね、うんうん、はい、もうそろそろバスも連れ出すかなっていう感じですけど、はい、割と芦ノ湖に最近はハマってると。まあ、ハマってるのと、まあ、近いというのがあって、あ、そうですね、うん、でまあ、それこそコロナで大きく移動するなみたいな話もあったので、はい、身近にできるフィールドだ、はい、ってことなんですね、はいはい、あと、これこの番組当然釣り人だったりとか、はい、様々はい、プロの方もいれば本職が他にあってっていう福良さんみたいな方も多く出演されてるんですけど、必ず僕聞いてるんですけど、まあ、釣りの魅力に関してはもういろいろ今語ってる人ににじみ出てると思うんですけど、なんだろう、今までの中で、はい、その特に印象に残っている釣り体験っていうのはどんなものがあるのかな。釣り体験というか、一昨年ちょっと印象に残る魚を釣りまして、琵琶湖なんですけどね、はいはい、もう、3日間続けて釣ってて釣れず、はい、最後の最後の一頭でポッと食ってくれた57センチっていうのがいまして、はい、まあ、これがなんかだから記録の魚になったんですけども、ぐっとこう持ち上げてみたら、お尻に輪っかが出てるんですよ、はい、あれ何これと思って、うん、でまあ、当然こう寝かせるというか計測するときにちょっとこう出てるんでちょっと引っ張ってみたら、オフセットのワームフックなんです。はが、お尻からその愛の部分が出てるんですよね、はいはいはい、あれと思って、ただもうボロボロに錆びてるんです、はい、でもしかして抜けるかなと思ってずっとこうなんていうんですかね、ゆっくりゆっくりこう引っ張ってったら、まあ錆びてるんでバーブって返しの部分も錆びていて、うまい具合にずるって取れたんですよ、はいはい、でこの魚は取ってもらうために釣られたのかなみたいな、まあありえないんですけども、でもなんかそんなこう思いが自分に来ちゃって、でまあなんかやっぱりね、これだけ釣りしてるとこんなこともあるんだみたいな、そんなことはありましたね。すごいですよね。いや、本当にだから10年間やっててそんなの初めてですよね、うん、結局その魚も生命力があるっていうか、多分飲み込んだのを
消化器官を通して最後出る直前だったんですね。まあ、だから、人の手じゃないと、ね、出なかったんですよ、ね、多分ね。なんで、まあ、あいつだったら取ってくれるかみたいなねそうは思わなかったかもしれないけど、福原さんが釣られてるじゃないですか。まあまあそういうことです。あ、はい、まあ、だからすごくこうそういう意味では印象に残ってるというか忘れがたい、はいはい、ビギになりましたね、はいはい、それはそのバスの57センチっていうことですよね、はい、それはご自身のレコードだっておっしゃいましたけど、はい、これね、これよく僕思うんですけど、はい、釣りっていいなと思うのは普通そういう、まあ、ある種の運とか縁も重なることもあって決してその年齢的にそのこう50歳になっても60歳になっても人生のこれがそのレコードだって遡るする可能性がいくらでもあるというところが面白いなと思うんですよ。まあそうですよね、うん、だからゴルフでエイジシュートって言葉があるんですけども、ね、エイジレングスみたいな感じで、ね、80歳になったら80センチ釣れるかもしれないですからね。そうですね、だその可能性がその、まあ、健康さえ維持してれば、うん、なんていうかこうある意味新しいその今までなかった体験をまたすることができるっていうとこもすごく釣りの魅力なんじゃないかなっていうふうに、勝手に私は思っております。いやその通りだと思います。でだいぶ後半2回目も近づいてるんですけど、はい、まあ恥ずかしいと言っている福原さんに大変恐縮ですが、なんかその趣味なんて好き好きなんで何やってもいいと思うんですけど、もし釣りやってみたいなって思っててなんとなくまだこう一歩踏み出してないような人、はい、方がいたら、はい、福原さんだったらどんなメッセージを言って背中を押しますかと。生きた魚掴んでみてくださいっていうことかな。まあね、先週言った口細子供の時に使ってミチミチって、うんうんうん、でもあれって多分一生ものっていうかですよね、はい、うん、そのやっぱり自分が生き物であるっていうことで、うんうん、まあ、気持ち悪いとかいろいろ魚についてはあるかもしれないんですけども、うんうんうん、でもやっぱり命に触れるってすごいこう大事なことだと思うので、はい、だから、ね、リリースしろとかそういうことは二の次で、うんうん、とにかく、うん、そのね、命に触れてみるっていうのは大事なんじゃないかなっていう気がします。うん、確かになかなかない遊び趣味ですね。まあ、そうですね、だから釣りはそのスポーツだって言われててスポーツっていうのは、ね、うん、フランス語のスポルトってヨガから来てるんですけど、だから狩猟とか釣りっていうのはスポーツの原点なんですよ。狩猟で今例えば鉄砲撃って、うん、ね、うん、まあ、なんか狩猟があるとか流行ってるみたいですけど、まあまあなかなかできないじゃないですか。 ですよ、ね、でも釣りは免許がね、はい、うん、釣りはもうすぐそこの水辺に行ったらできるっていう、うん、まあ、そういう部分があるので、はいはい、まあ、ぜひなんかこうね、魚触ってみてっていうのは言ってみたいですよね。なるほど、はい、いいお話です。いやいやいや、まだ、これからも長い釣り人生だと思いますが、はい、今後の釣り人生はどんな方向性を持って。あ、でも多分変わらないと思う。変わらないですね、はいはい、でも、一つだけ言えるのは、水辺に住んでもっと気楽に行きたいなっていうそれね、はい、全く同感です、はい、早くそういうこうところにライフシフトしたいなっていう、はいはい、いろいろと、はい、楽しい話を尽きないわけでございますが、今週もそろそろお時間ということで残念ながら。ありがとうございました、はい、ということで本日はフォトグラファーの福原武史さんに来ていただきました。2週にわたりありがとうございました。ありがとうございました。今日のアウトドア&フィッシングいかがでしたでしょうか。今日の放送は放送後の翌週に YouTube のアウトドア&フィッシングチャンネルでもお聞きいただけます。こちらでは時間の都合で泣く泣くカットしてしまった未公開部分、そして第1回からのゲストのトークもアーカイブで聞きますので、ぜひご覧ください。ここでリスナープレゼントのお知らせです。アウトドア&フィッシングや富士工業のロゴのオリジナルステッカーシートと富士タックルプラスノートをセットで毎週3名様にプレゼントいたします。 K-MIX オフィシャルサイトの番組表にあるアウトドア&フィッシングのメッセージフォームから住所、氏名、電話番号を明記の上、富士工業オリジナルのステッカーとノート希望と書いて送ってください。
その際にですね、番組の感想なども書いていただけると嬉しいです。皆様からのご応募お待ちしております。来週もアウトドアや釣りの楽しみを皆さんと共有したいと思います。それではまた来週。パーソナリティは工藤英二でした。アウトドア&フィッシング、この番組は釣り人の夢を形に、富士工業がお送りしました。